角裏、うん、お高い、ちょっと待って、覚えちゃう、わー、気持ち悪い、気持ち悪い、怖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 いと思って、どうも、サザン系 YouTuber の佐々木です。ミカエルです。暑いね。暑いですね。暑い、毎日暑いですね。暑いね。はい、お盆やね。ね、そうですね。ボンギリ、ボンギリ、ボンギリ、ボンギリね。ということでね、はい、今日はちょっとね、お盆マンっていうことで、はい、まあ、お盆にちなんで、まあ、サザン系 YouTuber の僕たちもね、体験したちょっと怖い話、お盆ですからちょっとやっていこうと思うんで、この後、ね、楽しみにしていただきたいと思っております。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。いいね、コメントの方もお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきます。はい、ということで、お盆にちなんでちょっとね、こういう話をしていこうと思うんですけれども、はい、ミカルさんとかって、はい、そういう体験とかある？いや、私ないんです。ないです。寄ってけへんな。しばかれそうだよ。なんで？いや、私ほんとないんですよ、それ。うん、だからしばかれそうだもん。なんでよ。ほら、もう、お化けとか妖怪とかね、そういう幽霊さんもディベートもない。え、あるんですか？まあ、僕ですか？あまり聞いたことない。まあ、僕もね、基本的には、うん、あの霊感とか、はい、そういうのは、はい、あの全く持ち合わせてないので、なさそうですよね。そう、なさそうですよねって、それすごいなんかものすごいバカにしてる言い方で、そうそう、なんかっていうか、いや、なんか鈍感でしょ。そうそう、鈍そう。完全に今鈍そうって言ったよね。今鈍そうって言ったよね。完全にバカにしてる言い方よね、それね。鈍そうや。なんかあるんですか？いや、そんな僕でもね、なんかね、ちょこちょこっとあるんですけど、聞いたことない。もうね、あんまり言ったこともないですし ね、まあさ、うん、あの桑田さんとかね、はあ、あ、まあ、桑田さんの怖いところはね、あの前言ってたことと今日言ったことが違うっていうね、怖さあるね。ちゃぶ台ひっくり返すのね。まあね、はい、あれはね、そんなこと言ったっけみたいな。そんなこと俺言ったみたいな。あるね。あるね。あるある。ちょっとやめてほしいな。まあそれもね、はい、面白いからいいんですけど、うん、はい、今日はちょっとね、そういう僕がまあ体験したら怖い話を3つ。はい。3つ。3つ。3つもある。体験したね、はい、話を3つ紹介していこうと思うんですけども、うん、1つはね、はい、〇〇のホテルで体験し。一つは僕が佐々木が中学の時の、もう一つはまあ20代前半の元日の夜のね、夜中の恐怖体験、ちょっと話していこうと思うので、はい、まあ、あのベスト3なのでね、はい、あの最後の方がやっぱりちょっと怖い、より怖い体験になってますので、はい、ご紹介していこうと思います、はい、ということでまずベスト3のね、はい、3つ目から紹介していこうと思うんですけれども、はい、東京によくね、8年、7年ぐらい前かな、よく毎月行ってたんですけど、ちょっとね、まあ、仕事の兼ね合いで、はいはい、行ってた時期があったんですけど、はい、その時のまあお話、まあ、ホテル取るじゃないですか、はい、でホテルでいろいろなんかあるでしょ、あるとか聞くじゃないですか。あ、まあね、ホテルのね、額の裏に奥田が張ってたらやばいって言うじゃないですか。そんな私、よう見えひん。張ってた怖い、やめっちゃ。いや、張ってた怖いよ、うん、とか、よう見ない、そんな、見えひん、ひっくり返したね、まあ、僕も見る人ではないんですけど、はあはあ、でまあ、そういういろいろね、ホテルでいろいろあるし、まあ、いつも泊まってる常宿とさせてもらってるホテルがね、某東京のね、地区の近くには東京のね、大きなテレビ局がある場所なんですけど、でそこをね、泊まらせてもらったんですけど、たまたま全部詰まってたんで、そのホテルが全部詰まってて、でも仕方がないから、でもまあ東京って言うと僕らはね、大阪の人ですから、大阪の人間なので、あんまり知らないから、あんまりいつもと違う離れたホテルとかってなんか頼みづらいから、近くでないかなと思って探したらあったんですね。いつも使ってるホテルと違う近くでね、あった。だからそのまあホテル、まあ別になんと思ってないのと取って、はい、で当日チェックインするじゃない。でフロントの方がね、はい、あの書きいただいて、そうですね、この、うん、この部屋で。だからその場所をね、この廊下行ってもらって右に曲がって。今と思ってけど鍵あったんです。鍵。なんか割となんか今って今はね、ピッてやるね、うん。この間もちょっと言ってきましたけどね、まあ、ピッとこうやり。うんうん、カードキーですよね、はい、まあ、その時は鍵でしたね、鍵でしたね、うん、で鍵もらって、で行ったらね、あの、まあ、道こっち曲がって行ってくださいっていうふうに言われて、道、まあ、道にね、その通路ね、こっち右に行ってくださいみたいなね、はい、感じで言われたんですけど、はい、あ、ここだなと思ったら、うん、はい、なんか別館なのかな、なんかね、こうドアを開けてくださいって、そのドア開けるんですけど、狭い廊下があって、ずーっと行くね、でその廊下の端もまたドアがあって、その開けるなら部屋が左に1、2、3つぐらいあったかな、奥に真正面で部屋が、でそこが部屋、
僕の泊まる部屋だったんですけど、はい、あここだなって、なんかちょっとなんか廊下もちょっとなんか違和感あるよなみたいなね、細い廊下を渡ってまたドアを開けてそこに廊下、また部屋の廊下がある。で部屋が 1,2,3,4 つ、奥の真正面の廊下の突き当たりが僕部屋で、鍵を開く、はい、はい、もうなんかねホテルの部屋じゃないんですよホテルじゃん、ホテルの部屋だからホテルなんでしょう。はい、そうでしょう。でも僕が知ってるシングルの部屋ではなくて、うんうん、はい、なんかね、テレビとかね、冷蔵庫とかあるじゃないですか。地べた時間置きなの。テレビとかもなんか台がポツンと四角い正方形の台があって、そこにポンと雑に置かれてる。で入った瞬間なんか嫌な空気だな、入った瞬間なんかすごい嫌な空気だなっていうのは思ったんですね。で、あなんかこう不気味だなって。で窓もあったんで窓開けたら隣のね、隣のビルのもう10センチぐらいしか開いてない感じのビル、だから火も入らない、なんか気味悪いよなと思って、額縁すらない、なんかね、どっちかって言ったらね、今から考えたらね、従業員の休む部屋なのかなっていうような気もせんでもない。だからもう本当にね、ホテルの一室っていうよりは、まあベッドはあるんですよ、うん、でバスもトイレもあるんですけど、うん、なんかこうちょっと違和感のある部屋、なんか気持ち悪いっていう、うん、で気持ち悪いなと思いながらシャワーも浴びるじゃないですか、はい、ね、髪の毛も洗うんですよ、はい、で洗って出てきて、はい、気持ち悪いなと思いながら、まあ、その日こう ね、ね、夜中に気がついたらもう朝になってすいません、何もなく終わったっていうこと、いや、あのね、うん、僕霊感ないんで知らねえ、霊感ないんでね、そんな多分あの部屋はね、霊感のある人が泊まったら夜中ね、多分なんか怖いの見てると思いますよ。あ、めっちゃ爆睡したってこと、僕寝たら起きひんからね、まあ大丈夫やね、いつも僕寝たら基本的に起きないんで、多分ね、この辺でね、すいませんけどちょっと起きてくださいみたいな、僕たちこうちょっと出てるんですけどみたいな気ぃついてくださいよって、で出がいがないじゃないですかみたいな、で出れたかもしれないんですけど、もう気づかずに2泊したんですけど、ね、気づかでもそれきっと皆さんあれでしょ、見てくださってる方、はい、オチそれかいと思って、ああオチそれかい、はい、まあ、もうオチそれなんですでもね、でも何かやっぱりね感じてるんです。で僕はもう鈍感だからね、はい、あ言ったな、鈍感だって言ってたからね、うん、そまさにそうなんです、霊感、はい、も何もないから、はいはい、なんだけど、うん、でも次は絶対そこ取れへん、さすがに気持ち悪いっていうのはあったんで、うん、絶対そこはもう取らないって思って、うん、もうでもあんまり気にするタイプじゃないもんね、うん、で、うん、気にするタイプじゃないけど、うん、絶対にそこはもうなんか気持ち悪いのは、2日泊まっといて言うのもなんなんですけど、2日ね、でも2日とも気持ち悪いなと思いながら泊まってるんですよ、うん、何も感じなかったけどね、でも絶対もう二度と、今でも絶対二度とそこに泊まらない。でもそこしか空いてなかったね、そこしか、その時はね、その近場で調べたらね、はい、その空いてなかったからしかなくとこ取ったんですけど、うん、もう二度とそこ取ることはもう一生僕はないです。でもお値段が、まあ、ちょっと安かった、あそう、なんかやばいかな、そういうのはね、いやどうかわからないですけど、はい、でも空いてたからね、はい、取りますもんね、まあ、そういうことなんですよね、はい、これまあね、はい、皆さんちょっとあえって誤解だかわかりませんけども、でもやっぱりね、何か感じる、そういう部屋ってあると思うんですよ、ホテル、ありますよね、ホテルあります、あります、入った途端になんか、あなんか空気がちょっとなんかよどんでるとかね、うん、なんかありますよね、なんか違うなっていうのはね、絶対あるんです。たまたま僕みたいなね、霊感のない鈍感な人間が入ってきたからね、うん、何にも見なかっただけだと思うんで、うん、やっぱりそこはね、まあそういう解釈にしてますけど、だってこの間、ついこの間ね、はい、ちょっと勉強のためにホテル取ってね、あるところに行ったんですけど、ホテル取りましたけど、はい、なんか空気がすごく綺麗で、なんか気持ちいい、まあ入った瞬間ね、まあ意外だな、そうなんかやっぱありますもんね、そう感じるのってね、空気がもうなんかよどんでなく、うん、そうそう透き通ってる感じ、そうそうそう確かにそうですね、はい、はいはい、ということで、ベスト3のね2つ目、はい、思います、はい、これはね、中学の時のお話なんですけれども、中学多分ね2年とか3年生ぐらいのお話だと思う、ちょうどねその9月体育祭があると、はい、いうことで、で僕がたまたまねエントリーしたのが
あの なぜかね 100m じゃないで 50m でもなく 80m 走なんか 50m なのか 100m なのかあると思うんですけど、うん、なんかうちの学校は 80m 走 で 80m 走にまあエントリーしてまして、はい、でまあ仲のいい、まあ、クラスは一緒じゃなかったんですけど、まあ小学校から仲のいいね、友達2人3人で夏休みの間ちょっと体を鍛えましょうということで、うん、はい、近くのね公園朝5時とか6時に起きて、ね、あの走ったりなんかこう野球とか好きだからね、はい、ノックしてこうね取ったりとか、とにかく運動しようと、健康的来たよということで、うん、はい、でやってたんですね。で、終わるともう汗だくですけど、もう夏ですから汗だくで、はい、まあ帰るのかな、8時には多分なってないと思いますけど、まあ、7時8時ぐらいまでに帰って、でもまあ、 決まった自動販売機にミルクセーキがね、はい、あって、それを冷たいミルクセーキを飲んで帰るっていうのが日課なんです、はい、でそこから帰って何するか言ったらもう一回寝るね、はい、早起きしてるから、早起きは三文の徳って、もうまた寝るんかいみたいな、はい、昼ぐらいまでまた寝るんですけど、はい、でまあいつも通り、朝5時で、ね、はい、7時までには帰ってきて、でまた寝てたんですよ、はい、だからこう、うつ伏せになってこうちょうど寝てて、はい、寝てたんで気持ちいい、うん、まあ、気持ちいいじゃないですか、そういう時こう、ね、そうね、寝るのってね、うん、気持ちいいんですよ、はい、だからこう、うつ伏せにこう寝てたら、はい、突然ね、頭をパーンって叩かれた、後頭部ですよ、パチーンって叩かれたんですよ、痛っ、もう今でもね、覚えてないか今でもその痛さはね、はあ、痛かったっていうのをはっきり覚えてるんですよ、はい、後頭部をパシーンって叩かれて、痛っって起きたんです、はい、痛っって言ってむくっと起きたんですね、はあ、だから痛っと思ってむくっと起きたら、まあ、周りには誰もいないんですよ、一人や、周りに、自分その寝てる部屋には一人、へー、あれ今叩かれて今起きたんやけど、人の気配はしゅ、でも叩かれた時にこうなんかパチン叩かれたら痛いのに残るじゃないか、じーっと残ってるの、はいはい、どういうことと思って起きて、で部屋以外のね、はい、まあ、お家の中こう見るとたまたま誰もいない、うん、たまたま誰もいなくて、どういうことですかと、どういうことですかね、ねえ、はい、おばちゃんどういうことですか最近僕らちょっとそれで言ってるんですけど、おばちゃんどういうことですかそういう状況になって、で玄関のところでほんまにどういうことなんやろうと思ってぼーっと立ってたら、はい、まあ、しばらくしたらうちのおばあちゃんが入って、はい、あんた何してんのみたいな、いや今これこれこうでこういうことがあって、うん、寝てたら、うん、頭バシーン叩かれて痛ーと思って起きたら、今日誰もおれへん、俺一人やってん、あれ何やったんやろって言ったら、うちのおばあちゃんが、お盆やしな、昼までな、若いもんがぐーたらぐーたら寝てるからな、はい、先祖がご先祖さんが出てきてな、起きろって叩き起こされたんやろって終わりましたで僕も、ああそういうもんなんかなと思って、はいはいはい、でもそうなんじゃないですかきっと、そうなんですかそうじゃないですか、何してんねんっていうことで、そうなんですかね、何寝てんねんっていうことで、はい、という話です、はい、だからまたそれ書いて終わり、いやいや、これは体験してますから、でも何やったんやね、不思議なんですよ、うん、ものすごくこう不思議な話でしょ、夢ちゃうの、いや、僕も夢かなと思ったんでしょ、うん、僕も夢かなと思ったんですけど、うん、こう叩かれた、こう言葉をね、叩かれたらジーンって残るじゃないですか、でも残ってたんですもん、うん、あれ夢叩かれたら残る、いや、それは知らない、そんな夢見たことない、夢で叩かれたら残りますか皆さん、痛さジーンって残りますか残る人はこう残るとコメントで言うけどでも、まあ、まあおばあちゃんが言った通りじゃないですか、そのぐーたらぐーたらしてぐーたらぐーたら、ね、寝るばっかり早起きしとんねやから寝るでしょ、そらね、早起きしてるんだよね、宿題しろよっていうことですよ、またあそれはそうかな、それはそうかもしれないな、はいはい、この恐怖体験3つ目なんですけどね、一番これね怖かった、これは怖かったです若いないやこれ怖かったよ、はい、これは、うん、ね、僕が10代前半なんですけど、まあ、大晦日、はい、飲み屋さんでね、漬けの飲み屋さんで、はい、まあ、お店は閉まってるんですけど、はい、まあ、忘年会というかね、はい、そのちょっと紹介みたいなので、お店閉まってるんだけど、まあ、常連さんが集まって、はい、でそこで、まあ、飲んだりカラオケだったりとかしながら、はい、まあ、最終的に解散になったのがもう元旦ね、ヨガっていうか、その夜中、うん、はい、もう日にちが変わって、はい、2時頃にもうじゃあ、まあ、解散でって、はい、でまあ飲んで、まあ、ちょっと、まあ、酔いも入ってる感じで、まあ、一人暮らししてましたから、うん、はい、家に帰ってね、ワンルームのね、ワンルームに帰って、でもうシャワーもあり、もうバタンキュー、はい、でまあベッドじゃなくて布団だったんで、うん、はい、もう布団にバタンッと倒れて、はい、寝てたんです、想像できますな、どういうこと、いやいやどういう想像ができるのかな、いやいやいや
なんとなくね、はい、なんとなく長くで結婚生活しておりますので一緒になんか想像できますな。まあまあね、はいはい、なんか想像かどうかわかりませんけれども、はい、まあね、バタンと、ね、バタン級で、はい、そしたらね、ちょっと夜中、まあ2時ぐらい、2時帰って3時前ぐらいかな、でそのから起きたん、うとうとって目が覚めた、まあ、ちょうどね、部屋の左に窓があるけど、でカーテンをね、閉めたかどうかもよく分かったけど、カーテンが開いて全開になってて、窓が10センチほど開いてた。寒いやろ。寒い。僕も布団こうかぶりながら、窓開いてる、これ閉めな寒いなと思ってるんですよ。で閉めようかなとこう窓の隙間をね見ながら思って、閉めようと思った瞬間、背筋がおかんっていうの、ゾゾゾゾゾって、うわ気持ち悪いってあるじゃないですか。寒いっていうよりはなんか怖い映画見てる時に、なんか怖い話でうわ怖ってなんかこうゾゾゾゾつらって、あれがわーっとこう這い上がってきたんですよ。うわーだ気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い怖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 いと思って、はい、いやもう窓はいいわと思って、そのままもう寝ようと思って布団かぶって、ね、寝ようとした。そしたらゾワゾワゾワっときたかなと思ったら、右足からぐーっと引っ張られるんです。宙にこう浮いて移動して浮いていく感じ、こうなって寝てるのをこう足下に右足からねずっと引っ張られて宙に浮いていく感じで、怖い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 で、これは怖いわと思ってさ、いや怖ないそんな、いや怖いよ夜中に一人やで怖ーと思って、でもね体の自由が効かない、めちゃめちゃ怖くて、でもうずっと引っ張られるから、はこれ怖いわと思って、自由が効かないでしょ。でこれ困ったな、どうしたらいいのかなと思いながら、あのもうこれはね、僕は力技に出た。何したかっていうとね、はい、皆さん何したかっていうとね、もう何ぐーっと力で、ぐーっと、もう何て言うんですか、もう精一杯の命がけの力で、1、2、3、4、はぁ、うみたいな感じで力入れてやったら動いた、って動いたんです。うわって言ったら戻ったんですよ。戻ったらもうね、なんか夢かなんかもう分からへんけど、ねおと思ったら、またおかんがザザザって来たと思ったら、また右足から引っ張られるんですよ。怖いじゃないですか。怖いですね。反対側見たらね、なんか目開けたらなんかいそう、いそうじゃないですか。僕絶対そんなの読み、あ、そうなん、怖い映画でもね、なんかよくね、こう殺人鬼が部屋に入って、はい、みんな隠れて逃げる、地下室でなんか物音がして、で主人公はその地下室にこう物音がしてから行こうとするんですけど、僕らもそれ見ながら、もう行ったらおるって言って、行ったらあかんって、行ったらおるからやめとき、ほら出たやんみたいな、はい、行かんかったら映画進まへんねんけどもうそういう、もう行ったらあかんってって思うから、うん、はい、もう絶対見ひん。見ておったら嫌じゃないですか。右側ね、目開けパッて見て、なんかおばあさんにも座ってたら怖いじゃないですか。もう見ひんかったらいなかった見ておったら、おった怖いになるけど、おっても見ひんかったらいなかった。いや、それ怖い。だからもう絶対見るもんかと思いながら行ったんですけど、またゾワゾワーとして右足からぐーっとこう引っ張られて行くんですね。でまた力技でグーッと戻して、あねおねおと思うけど、またおかんがブワーッと背中走って、また同じことが繰り返される。でこれ何回かやってるうちに少し冷静になって、これは夢なのかな現実なのかなと思いながらしてたら、あの布団でしょ、布団引いてるじゃないですか、ベッドじゃないから低いわけ ですぐ隣に、そんな広い部屋じゃないですから、ワンルームですから、こたつがこう置いてあるんですね。こたつがで、もう布団のすぐ隣にこたつが置いてて、足元なんで、ということはこのまま右足から引っ張られて空中にこう浮いて引っ張られてる感じだから、本当だったら真横にあるからすぐ当たるはずなんです。これ当たる感じはしないよなって、その時ちょっと冷静だと思って、ずーっと引っ張られてみようと思ったんです。しばらくならおかんがまたゾワゾワゾワーと走って、でまた右足からずーっと引っ張られてこう宙に浮いていく。でちょっと多めに引っ張られ、ちょっと多めに引っ張られるのもおかしいですよ。ちょっといつもより多めに引っ張られました。ずーっと引っ張られて、でも引っ張られても引っ張られても隣真横にあるこたつに当たらない。あ、これは夢だ。これは夢やんと思ったら、スーッと怖さが引いたの。あ、これ夢と思って、もう一回ね、ちゃんと戻すんですよ。ぐーっとまた戻して、で、寝たら気がついたら朝。昼かちょっと忘れましたけど、もう明るくて、あれは何だったんだろうって窓見たら、ちょっと閉まってる、開いてない、あ、開いてない、あ、やっぱり夢か、はあ、よかったなと思ったら、電話がリーンってなったんですよ。びっくりして何やと思ったら、友達、おい、今からガンガンですけど飲み直しで消えへんうちにとか言う、
あ、分かった行くわって言って、はい、その子の家その時に行ったんですね。で行って昨日の夢の話をした、はいはい、したらその子ちょっとなんか霊感があるらしくて、でそういう怖い話とかよく聞いてたんですけど、はい、でその子にそういう話、この昨日ここでこう力技で戻しながら、はい、ちょっと引っ張られようって言ったらなんか当たれへんからね、うん、こたつに当たれへんから、はい、そうなんかこれ夢やなと思って、よかったなっていう話やってん、どっちやってんっていう話したら、うん、はい、アホかって怒られる。なんで、うん、何のこと、夢やで、はい、アホか、そんな当たるわけないやん、魂を引っ張られてたら当たるわけないやん、うん、だから体は引っ張られてんじゃなくて、その霊体、こう霊体を抜かれて霊体だけ引っ張られたら、そのこたつになんか当たるわけないやんか。僕の体は自分は引っ張られてると思ってるけど、うん、あの体はこのままで、この霊体だけ抜かれてる。そんなことある？で、そのまま引っ張られて、そのまま引っ張られすぎて抜かれたらどうなってるか分からへんぞって言うからね、それは怖いなって思って、それが本当にそういうことだったのかどうか分からへんけど、なんか不思議、あれは不思議な体験、うん、もう見んでよかったと、見ておったらもう冗談じゃすまへん、呪われない。めっちゃ飲みすぎてめっちゃ夢見て、それやったらどうする？それを言っちゃ見なくたもないんだけどね。いやでもこれはめちゃめちゃ怖かった、怖い経験やと思いますね。それはもうめちゃくちゃ怖かった、これは怖かったです、はあ、まあね、はい、これはまあ僕の経験のベストワンなんですけど、皆さんの怖い話のね、うん、なんか体験とかあったらぜひ思うんですから、うん、コメントなんでね、はい、教えていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います、はい、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、バイバーイ。お盆ですからね、ご先祖を大切に。